せんじゃないよ。ああ、いや、うちだったらあのシロップが休んでますね、こういうとこでよく。うん、こんな放送局は認めない。もっともっと謝れって言われたから。今日はね、私が予定されていた日にコロナに感染してしまい、いろんな方にご迷惑をかけたので、それを謝りに行くこと、仕切り直して今日まず FM 小樽さんの会社を見せてもらう。そこには村岡圭介さんというFM 小樽のパーソナリティであり、 STB ラジオもパーソナリティという方が待ってくれているということです。ここが FM 小樽さんだって言うんですよね。ポスターとか貼ってある、あ、書いてあるわ。いきなり間違えました。小樽看護専門学校って私の出身校でした。あ、元だね、これ元だ。あら、さくちゃん、これ海が見えるよ。小樽ですね。高台にあります FM 小樽放送局。はあ、元じゃないんじゃない？小樽看護専門学校って書いてあるから、同居してるんでしょ。同居、仲良く。で、こっちが、あー、なるほど、なるほど。でも目的地間違ったらえらいこと言うんじゃない？なんか知らないうちにナースになってたりとかってことは、そういうことはナースか。もう音声さんが声出してる。やっちゃった。でも村岡さんはどちらにいらっしゃるか。お、スタジオだ。お、いらっしゃった。さきちゃん、あの方、村岡圭介さんです。あ、手振ったりしないから放送中なんじゃない？見てないもん、こっち。なんで、なんで、なんでなの。気がついたよね、今目あったもんね。ちょっと貸してもらおうか。申し訳ないね、こう色がついてる方がいいでしょ。私に笑ってんじゃないよ、きっと。会話で笑ってんじゃない、きっと。おかしいな、放送中っていうことなんでしょう、今きっと。え、お、村岡圭介さんです。あ、いや何してるんですかって、私知ってるくせに、もうちゃんと段取りまで分かってるくせに、お邪魔しました。すいません、ようこそいらっしゃい。いや今大丈夫なんですか、席離れて。大丈夫ですよ、はい、放送中だった。放送中だった。いや、大丈夫ですよ。え、いやそうだ、あなたいい人だからまだ残ってんじゃないの。曲かけてるから、その間抜けてきて大丈夫。いやそれ曲終わっちゃうでしょ。でも長めの曲かけてきた。長めの曲、あ、さすがね、さすが抜かりがない。え、今日いろいろ見せていただけるってか、館内はね、大体あの分かりましたよ。あ、こういうことなのかと。そうです。いや、ただ一つ、いや、学校の、あ、やっぱり学校の中にあるんでしょ。一つ心配だったのはね、
FM 小樽さんに用事があって通い続けてる人がいつしか向こうの方に行っちゃって気がついたらあの看護師さんになってるってことはないんですか？それはね、いや、そのいいところつきましたけど、うん、ないですね。もう滑っちゃってる滑っちゃってるじゃあ同居ですか？同居同居？いや、曲がりです。あ、曲がりなんですか？これしてる割には随分偉そうにしてますけどね。いや、これまたユニークですね。そういう意味では放送局が看護学校の中ちょっと曲がりしてるっていう。そうですね。ないでしょ、全国でもそういうところ。多分ないと思いますよ。ねえ、ここが生放送用のスタジオ。へえ。私たちこのヘッドセットでマイク出てるんですけど、つけて、お一人で放送するんですよね。ワンマンなんですか？雨でしょう。あら、全部賄っちゃってんですか、一人で。そうです、はい、え、今 FM 小樽を聞いてらっしゃる方はどんな番組が流れてるんですか、この時間は。今、今ミュージックが流れてる番組ですね。おー、はい、あのパーソナリティは何とおっしゃる方、あのちょっと色白の方。あー、あの人ですね、ちょっとあの今あの休憩されてる。ちょっと顔色悪いですよ ね。じゃあこの方ちょっとこちらは映してほしくないな。映しちゃダメなんだって。何より一人で皆さんやってる。一人何役？3役4役、ね、皆さんやってるじゃん、生放送。驚いた、びっくりした。あ、サカナクション。ああ、そうです。一郎さんいらっしゃってる。一郎さんと、うん、そのお迎えにいらっしゃるのが一郎さんのお父さん。一郎さんのお父さん、はい、さんです。あの喫茶店今でもやってらっしゃるんですか？ね、喫茶店っていうか、うん、あのなんかこう木彫りのなんかこう芸術作品っていうんですか、ね、今でも。あ、そうなんですか。わー、ザ・オタルのね、サカナクションの山口一郎さんもいらっしゃってる。へー、FM 小樽から車で10分ですかね。そうですね。あー、なんか海からの風がなんか心地いいです。ねえ。どこに連れて行こうっていうことですか？小樽観光協会にいらしていただきたいということでお連れしました。北海道観光大使はね、それぐらいのとこ行かなきゃ。やっぱりね。あのまあ会長がいらっしゃらなくても専務理事。うるさいな、もう海の町だからさ、そういう海猫もいますよ ね、しょうがない。まあ会長がいらっしゃらなくてもね、お忙しいんでしょうから、まあ、専務理事あたりとちょっとねお話ししたいなと思ってました。いや、ね、やっていうのも、洋治さんがね、これで FM 歌に来られなかった時に、コロナに感染して本当にすいませんでした。いや、本当反省してます。はい、それはいいんですけど、その時にその観光協会の皆さんが出演するコーナー番組があったんですよ。そこに FM 小樽さんに、はいはいはい、そこに洋治さん来ていただきたかったんですけれども、ひょっとしたら FM 小樽に小樽観光協会の方がもう来てくださってたんですか？スタンバイなさってたの？当日はいらしてたんです。で、木村今日来れません、解散ってなっちゃったんだ。お詫びでしょ、それじゃあお詫びに行かなきゃいけない。いや、それ もちろん、うん、ね、ご挨拶した方がいいとかとか。ありがとうございます。さすが村岡、抜かりない。じゃあお願いいたします。ここいいですか？あ、はい、すいません。じゃあ先に、先に。面識がないもんだから。ありがとうございました。本当に来
重な昼休みを。うわー、ありがとうございます。あ、どうもどうもどうもありがとう、ありがとう。いやー、すいません、ありがとうございます。どうもすいません、もう一回出てみましょう。どうもありがとう。あら、なんかちょっと頼まれた感があるわ。どうもありがとうございました。どうもすいません。いやー、嬉しい。どうもすいません。あ、どうぞよろしくお願いいたします。観光協会の徳光と申します。あ、徳光さん、はい、あらー、木村と申します、どうぞよろしくお願いいたします。うわー、小樽観光協会の専務理事と北海道観光大使の名刺交換。素晴らしいですね。もう中田が感動した小樽のおもてなしエピソードを書いて、どうぞ応募くださいっていうことを今各国でやってるんですよね。で、その一部をお寄せいただいたエピソードを FM 小樽の番組で紹介するっていうコーナーがあるんです。こんなのホテルに置いてまして。あ、すいません。で、まあ、実際こういう投稿があって。おお、いいですか、いいですか、ちょっとお名前だけね、隠せば。あ、本当に丁寧な文字で、うわー、あ、これをラジオの番組でご紹介してる。うわー、これはいい番組ですね。拍手。うちは、いやー、嬉しいですよ。そんなに長い文章にもなるんで、小樽観光協会のと、皆さんからようちゃんという違う声。そうですね。じゃあ、専務理事、ちょっと失礼します。小樽、はい、観光協会の皆さんから大歓迎を受けた。待ってますね。拍手。うちはパンパン。ようちゃんという声援というか、黄色い声が嬉しかった。その後、徳光専務理事がお寿司の特上をご馳走してくれた。すごくいい人。いや、書きました。書いたら絶対こうしなきゃいけないだろうと思ったんで、書きました。嘘はしてはいけません。これ書きました。あー、なんかここにね、こうたすきかけて365日生活しようかなって思ってんですけど、それやめた方がいいですかね。北海道観光大使っていうの、何気ない、さりげない、大事ですか。ありました。じゃあそんな感じでね、とにかく私も北海道のために、そして小樽のために頑張りますんで、どうぞよろしくお願いしたいと思います。じゃあちょっと失礼なこと書いてしまいます。その後、ここから消せばいいんですね。その後、徳光専務理事がお寿司の特上をご馳走してくれた。すごくいい人。ここちょっと消しておきますからね。お忙しい、すごくお忙しい。嘘を書いちゃいけない。どうもありがとうございました。お世話になりました。7月8日のご機嫌用事は、木村用事北海道観光大使就任祝い。北海道観光情報満載、もちろん特産品のプレゼントも盛りだくさん、万歳。